おはようございます。永井です。今日はこちらにバーベキューコンロを DIY したいと思います。よく YouTube とかネットでバーベキューコンロの DIY 上がっていますので、今日はエクステリアのプロがオリジナルのより丈夫なバーベキューコンロを一つ作成していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、やり方としまして、下にモルタルでブロックの基礎をして、で、上にブロックを2段積んで、で、ブロックは綺麗に仕上げて下がって、で、内側の日の当たる部分には取り外しができる耐火レンガを設置できる仕様にしたいと思います。では、ここからは下に文字で解説していきますので、作っていきたいと思います。バーベキューコンロの下地のブロックを積んでいきました、まあ、これだけでも十分綺麗なんですけど、エクステリアのプロが作るバーベキューコンロということなので、外を盛んで仕上げて、中は網がパカッて入るようにブロックを少しカットして使いやすいようにしたいと思います。最後にレンガを引いて、まあ、レンガを取り外し式にして、レンガを引いてバーベキューをしている風景を撮影できたらなと思います。で、いつも言ってるみたいにこういう風に積んで、1日とかはカラーコンを置いて、お子様が触らないようにしてください。で、僕も今日これで帰るんですけど、絶対触らないでくださいね。では、焦がさないですよ、今日はここでバーベキューするんで、
最後までご視聴ありがとうございました。